それではですね、アフィリエイトキング、19の教えということで、ココリスのですね、これ流行る第1回のセミナーを始めたいと思います。で、このココリスはですね、こういうアウトプット主体のこうセミナーっていう風に歌ってまして、で実際にただ聞くだけじゃなくて、その参加者の方々が、何か表現をしたりとか、あるいはどんどん質問したりとか、参加することによってもっと深い気づきを得たいみたいなことを考えてました。でわざわざ今日ここはですね、渋谷の超おしゃれな、カフェなのですが、こんなところでミルクバーっていうところでやってるのもですね、なんか和やかな雰囲気やりたいなというところがありまして、皆さんアルコールね、飲まれてないんですけども、アルコールでも飲んでいただいて、途中でもう本当にトイレも行っていただいて結構ですし、2杯目のドリンクとかも飲んでいただいて結構です、よろしくお願いします。で今日ですね、杉村、高橋さんを、お迎えいたしまして、アフィリエイトキングとして、お迎えいたしました。でちょっと具体的な金額はですね、発売しますが、杉村さん自身はですね、アフィリエイトでもですね、相当なですね、金額を今、ほったらかしで、稼げるお金が入ってくるような流れもすでに作られてまして、でさらにですね、実際に、コンテンツビジネスというんですか、コンテンツビジネスのこれ昨年ですか、昨年ですね、始められて、でこれはアフィリエイト上回る金額の収入を得られていて、今はですね、子育てに勤しんでいるということで、先ほどセミナーが始まる前もですね、僕に赤ちゃんの写真をですね、見せていただいて、そんな毎日を送っておられる、杉村、高橋さんになります。簡単に、自己紹介じゃないいただきよろしいですか。どうも、杉村です。今日はよろしくお願いします。ですね、私はですね、学生時代から音楽をやっていまして、その経緯で今インディーズレーベルを立ち上げて、自分で好きなバンドの CD を作ったりとか、そういう活動をしながら、インターネットでビジネスを自動化するっていう方法をいろいろ模索して、今現在、そうですね、アーティストに音楽活動を教えるというような情報コンテンツの提供とか、アフィリエイトを使ってですね、ウェブマスターとしていろんな方に利用されるウェブサイトを作っていたりとか、そういった形でですね、ほとんど何もせずに収入の流れを自動化して、次のビジネス次のビジネスと、やりたいことやりたいこととどんどん行こうと思って、活動しています。今日はその辺のあたりの、お話をできればと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はタイトルとしてはアフィリエイトキング19の教えということで、アフィリエイトにそのフォーカスが置かれているように思えるんですけれども、実際もアフィリエイトの話も差し上げます。でアフィリエイトの話もするんですが、実際に皆さんにぜひそこを受け取っていただきたいのは、アフィリエイトとかコンテンツビジネスと言いながら、その裏にあるようなビジネスだとか人生に対するすごく深い考え方があるなと僕はお伺いしてて、思っておりまして、そこの杉村哲学っていうんですかね、そこをですね、注目していただければすごい学びになるんじゃないかなと思います。実際そのアフィリエイトに即してなんですが、そこの奥底には何があるのっていうところに注目するとより深まるんじゃないかなと思います。それではですね、テキストに沿って19個ありますので、いきたいんですが、まずですね、もうアフィリエイトの話をしようということで、アフィリエイト成功のための5箇条というのを、これ杉村さん自身にですね、出していただきました。で5つあるんです、5箇条あるんですけども、非常にこれ面白いタイトルが並んでるんですが、1つずつですね、ご説明していただこうと思うんですが、1つ目はですね、アフィリエイト成功のための5箇条で、更新はするな。普通はですね、これ更新かけると思うんですね。アフィリエイトでトップページを頻繁に変えた方がいいんだとか、なんかニュースみたいな、今日はあれですねみたいな、モスバーガーみたいな感じにやった方が親近感出るんじゃないか、違うと、更新をするのと、僕も初めて聞いたときびっくりしたんですけど、このあたりの話からですね、聞いていきたいと思います。更新をするのなんですが、
はい、そうですね、普通は更新した方がいいですよね。あのなんですけど、僕のやり方は更新をなるべくしないようにしているってことなんですけど、あの更新をしないってことじゃないんですね。あの更新をしなくてもいいように作っておくってことなんですね。更新をしてもあの報酬が得られなければ、こう自分のやる気というかモチベーションっていうのは維持でき、ま、できないわけですよね。ですから、あの更新をすることを初めから当たり前のように考えて、更新をするホームページを立ち上げてしまってはいけないということですね。あの例えばですね、テーマなんですけども、あの情報が常に頻繁に変わるような流行を追うようなテーマをあの上げていると、テーマを最短のテーマにしていると常に更新しなければいけないわけであって、それをですね、あの例えば普遍性のあるテーマというか、あの変わり得ないような情報ですね、なるべく変わり得ない情報ですね、そういう普遍性のあるテーマでサイトを作れば更新する必要っていうのはなくなるわけですね。で、更新をしているあの時間があったら、新しいサイトを立ち上げていく、新しいページを作っていく、そういうふうにしていった方がいいと思いますね。あの例えばですね、あの検索エンジン経由でですね、あの訪問者、新規訪問者っていうのは検索エンジンから必ず来るわけですけど、あのそういった方の入り口を広げておくっていう意味では、新しいページをどんどん作っておいた方がいいわけですね。ページ数がたくさんあれば入り口が広がるわけですね。ドアページとして、入り口ページとしてたくさん持った方がいいわけですね。数ページしか持ってないと、やっぱり新規訪問者を獲得するのはすごく難しいわけですよ。トップページから来るっていうお客さんよりか、絶対にあのテーマが絞り込まれている個別ページからあの訪問者が来るっていう確率も非常に高いので、そういう意味ではページ数をたくさん持っている、サイトをたくさん持っている方が有利なわけですね。ですから、作ったページを何度も更新し直すことよりも、あの新しいページを作ることに時間をかけた方がいいなという。でも更新をしないとですね、あの問題が出てきます。リンクが切れたらどうするんだというような問題とか出てきます。それはですね、あの切れても構わないんですね。実はあのリンクが切れる広告っていうのは売上が上がっていない広告なんですね。売上が上がっている広告っていうのはリンク切れないんですよ。長いんですよ。ですから長く売れる広告っていうのをあらかじめ選んでおいて、それを普遍性のあるテーマのサイトに盛り込んでいく、そういうことができれば、あの更新する必要がなくなっていくと思います。テスト的にあの放置しているページを、あのこの広告は売れてるな、この広告は売れていないなっていうことが分かってくるので、そうすれば売れてない広告ってのはどんどん切っていって、そのページじゃないページに切り替えた方がいいわけですから、そういうこともあの例えばあの検索エンジンから来たお客さんのアクセス解析とか使って、どのキーワードに来てるかとか調べて、あこのキーワードとこのページに来てる人が多いな、そしたらそのページで売り上げがどうだろうっていうふうに見て、あのそのページの売り上げが低かったら、やっぱり広告が切り替えて、売れる広告に切り替えていかないといけないんで、必ず売れる広告じゃないとあの絶対に売れません。あのいくら EC サイトにですね、あの訪問者を誘導してあげても、 EC サイト側で販売する力がなければ売れないんですよね。だから EC サイトが売れる EC サイトなのかどうかっていうのを初めに見極めることが一番重要だと思うんですね。僕の中のあのアフィリエイトでの成果を得るっていうことでの方程式みたいなのがあって、ホームページの作りですね、ホームページの作り方かける売れる広告ですね、それかける集客能力ですか、それイコール成果につながるというふうに思っているので、売れる広告というのは非常に重要なんですね。もちろんそれよりもホームページ自体が重要なんですけども、それはこれから話していきますけども、更新をする必要がないっていうのは、そういうドアページをたくさん作っておくためとか、リピーターのためじゃなくて新規訪問者のためにページを作っておくってことですね。はい、リピーターを対象にしたホームページっていうのもたくさんあると思いますけども、売り上げを上げていくためには、やっぱり新規訪問者を取り込んでリピーターを育てていくっていうことが必要ですから、新規訪問者を獲得できなければ、やっぱリピーター自体が増えていかないわけですから、初めはそういうふうにした方がいいですね。
それで、まあ、自分の好きなテーマでサイトやってれば更新していくのが好きであれば更新していけばいいだけであって、するなってわけじゃないんですけど、しないように作っておけば選べますってことですね、っていうことを思っていまして、はい。今のお話もね、更新するなっていうのもすごくなるほどなって思うんですけど、一番やっぱここでこう、ね、感じたのは、例えばリンク切れっていうのは、例えば何かの店舗に対するアフィリエイト入ってたら、その商品じゃ売らないだとか、ね、アフィリエイトやめたらどうするんで、普通考えるとリンク切れたらどうするんですか、ね、でそこでやっぱ僕はすごいなと思うのは、リンク切れたらそれ売れてないんだと、アフィリエイトやめたんだって、アフィリエイト儲からないからやめたんだって、いや別にいいじゃないリンク切れでみたいな、これがやっぱりねすごいかなと思うんですね。この辺りのそういうこのポイントがすごいね、今からどんどん出てきますので、ぜひ聞いていただきたいんですが、でですね、すいません、実はですね、これ全然一個、オペミスをしてましてですね、この録音を始めないといけないですね、始めますね、ちょっとなるほど、そうだそうだ、ね、こんな大事な話したのにみたいな、でも大丈夫です、ビデオで撮ってますから、ね、カットです、カットしちゃう、前も全然カット、ここはね、まずここはね、今のところはね、ま、こんな感じなんですね、すいません、ちょっと申し訳ないです、大変申し訳ないです、さっき岩井さんの質問でちょっとドキドキしてもらって喋ってますか、アフィリエイト否定気味な人からいるんだどうしよう成功の秘訣とか言ってる暇取る時じゃないの、頑張ります、はい、それではですね、2つ目にですね、これも面白いですから、ニッチを狙うなと、これも面白いと思うんですけど、普通はですね、みんなニッチを狙いって言うじゃないですか、合言葉のようにニッチだと、ニッチは狙うなと、これはすごいと思うんですけど、なぜニッチを狙っちゃいけないんですか、はい、ニッチを狙えって言いますよね、トップを狙えみたいな、ね、いますけど、そうですね、まあ、反対のこと言ってみただけみたいなところあるんですけど成功してるアフィリエイターの方っていうのはニッチなテーマじゃないんですよ、みんな結局で、アフィリエイトで成功したいな、まあ、成功っていうのは、まあ、結構な高い報酬を得たいなって思っているんであればってことですね、低い報酬でも構わないと、小さなビジネスモデルでそういうサイトをたくさん持とうっていう人だったら別にニッチ狙っていいんですけど、アフィリエイトである程度の報酬を得たいなと思えばニッチなテーマを狙わない方がいいと思うんですね。やっぱニッチすぎるとやっぱりターゲットっていうのはどんどん少なくなるわけで、っていうのは当然ですよね。でもちろんページ数も減っていくわけですよね。そうすると集客も減ってきますよね、できなくなりますよね。もちろん貼る広告も減ってきますよね、商品数も減ってきますよね。まあ、そういうふうに少なくしていけばもちろんサイトも流行らないわけであって、ですからですね、ある程度の幅広さでテーマを作るということが大事で、でもそのテーマがありふれている、よくある、大きすぎるっていうテーマではダメなんですね。テーマ、少し幅のあるテーマを切り口を変えて違うように見せると、そういうことができていれば全然オンリーワンになれるので、ちょっと大きくてもいいんですね。サイト自体じゃなくてページそのものにニッチさを求めた方がいいと思っていまして、ページごとに専門性を持たせていく、サイトではなくてっていうことですね。さっきも言ったようにドアページっていうのはたくさんあれば、いろんな人がそのページから直接来るということを言ったんですけど、やっぱり訪問者っていうのは商品そのものとか情報そのものにを調べているわけですね。サイトのトップページを見たいわけじゃないですね。ですから、その個別ページの具体的なページを見せた方がいいわけです。ですから、ページの専門性のが重要であって、サイトの専門性っていうか、サイトのテーマを狭くするっていうことではないと思うんですよ。それをもう今ではいろんな本では本当に狭くする。例えばインテリアじゃ広すぎる、インテリアの中のなんとか、その中のなんとかぐらいにした方がうまくいく、確かにオンリーワンになれるし、リピーターっていうのは増えていくんですけど、そういう専門性を持たせると、でももちろん集客できなくなってきますよね、ページ数減りますから。ですからそれは兼ね合いでもって、はい、
考え方なんですけども、僕の考え方ではある程度幅広くてもいいと思っています。そうですね。僕のサイトショップウォーカーっていうサイトがあって、これ一番ダメなテーマなんですね。ショッピングモール型っていう言われるものなんですけども、これ一番ダメなテーマで、やっちゃダメですっていうテーマなんですけども、どこもやっちゃダメだなと思うんですけど、でも全然売り上げはあります。それはやっぱりそのページごとに専門性を持たせてるからあって、トップページとか個別ページのアクセスが多いわけですよ。だから僕の場合はリピーターよりも新規訪問者というふうに割り切ってサイト運営をしています。それはまあ好き好きで、自分の好きなテーマで立ち上げているんだったらニッチなものを選んでもいいし、どちらかというとサイトの機能とか利便性とかを考えるんであったら幅広く持たせて、で幅広い方がある程度成功する確率が高まるんじゃないかなっていうことなんですね。はい、19個あります。どこ行きます。次もすごいです。好きなことはするな。これもなんか今のトレンドにこう真っ向から反する。好きなことはするな。これはどういうことですか。はい、まあこれも反対のこと言っただけです。まあそうですね。ちゃんと理由があります。サイトのコンセプトを考える上でですね、好きなテーマっていうものと売れるテーマっていうものがあるんですね。で、好きなテーマと売れるテーマが違うっていうことは、を意識していない人すごく多くて、好きなことやればいいんだと思ってる人が非常に多いんですよね。好きなことじゃないんですよね。訪問者にとって利便性のある情報を提供することなんですね。で、自分の好きなことが訪問者にとって利便性のあるテーマであれば問題ないです。でも、そうじゃない場合が多いんですね。ですから、好きなテーマじゃなくて売れるテーマなのか、好きなテーマ自体が売れるものなのかっていうことを意識してテーマ作りをした方がいいってことなんですけど、だから自分の好きなテーマにニーズがありますっていうことが分かってて、そのターゲットを商品購入に誘導できるようなサイトを作れるんであれば、もちろん構わないですね。例えば例なんですけども、アイドルが好きですっていう方がいまして、その方がですね、例えばアイドルのファンサイトをやってファンサイトのようなものがあって、その中で Amazon のリンクとか使って CD とか DVD とか写真集とかを販売したとしますよね。絶対にうまくいきませんね。もちろん来る方ね、もちろんファンですからね、みんな持ってます。ターゲットはすでに商品持ってますから、好きなテーマはこれじゃダメなんですね。ですから、この好きなテーマを売れるテーマに加工する方が重要なんですね。はい、好きなテーマを売れるテーマに加工するっていうことはですね、例えば先ほど言ったアイドル好き、アイドルが好きな方、アイドルが好きな方であれば、例えばですね、僕の考えでは、アイドルが使っているサングラスの専門サイトとか、例えばアイドル詳しいんだったらそういうこともできますよね。だから好きなテーマなんだけど売れるテーマに切り替えることができる。で、まあアイドルが使っているサングラス情報サイトとかを作れば、ターゲットがアイドル好きからブランド好き、旅行好き、ショッピング好きと広がっていって、お金を落としてくれる方にターゲットが広がっていくわけですね。ですから売れるテーマっていうのを意識すると、好きなテーマを売れるテーマに変えるということが重要かなと思っています。はい、今のお話なんて、アフィリエイトに本当にだけのお話じゃなくてね、物を売るとかね、こうマーケティングの話だと思うんですよね。売れるように加工するとかですね、この辺りぜひ、受け取っていただきたいと思います。次にですね、これもそうです、全部反対でいく。広告をたくさん貼ってはいけないというのは大嘘まで書いてますけど。はい、また反対のこと言ってますね。よくですね、広告をたくさん貼ってはいけないって言いますよね。広告リンクベタベタ貼ってるともうイメージが悪いとか、クリック率が落ちるとか言いますが、そんなことはありませんと僕は思っています。各ページをですね、個別ページをちゃんと専門性のある1テーマで作っていればですね、その情報を広げるための比較検討の材料として多くのリンクがあった方がいいんですね。比較検討というのは非常に重要ですね。比較検討はその購買心理の中で実行のすぐ手前にあるんですね。買おうって決めた人がどれがいいだろうっていうふうに選ぶ段階で比較検討するわけですよね。ですよね。ですからですね、その購買心理の実行のすぐ手前の比較検討っていうのは、今すぐ購入してくれるってお客さんがそういう心理状態になってるわけですから、
その心理状態の人に利便性を感じる情報として多くのリンクを与えた方がいいというふうに考えていまして、はい、今すぐ購入してくれるユーザーを逃してしまっているんですね。やっぱりあの比較検討できないと。ですから比較検討できるようにリンクは多く持ってた方がいいと思います。もちろんサイトのページのテーマが専門性があって、その情報に関連したリンクですよ、もちろん、はい、ということです。はい、ありがとうございます。最後にですね、成功のための5か条の最後はですね、デザイン重視が嫌われるというのも大嘘です。これもご説明していただきます。そうですね、今もホームページ界としてホームページ界っていうのはね、まあ、デザインっていうのはね、二の次でいいんだというふうになってきましたけど、昔はね、フラッシュを使ったサイトとかすごく流行って、動的なサイトとかすごく流行って受けてたんですけど、今は情報だとテキストだというふうに言われるんですけど、僕の場合はそういうふうに考えてなくて、デザインがちゃんとしてないサイトからものを買う人ってやっぱり少ないと思うんですよね。てかデザインがちゃんとしてないサイトなのに物を買われるんであれば、ちゃんとすればもっと売れるんですよね。だからデザインっていうのはお客さんを信頼させるっていうことができる道具なんですよね。はい、ですから例えばトップページにパッと来ると、人間のね、心理状態で Z の法則ってのありますけど、左上からちょっとずつ見ていくわけですよね。ですから左上っていうのはデザインがね、ロゴとかが入ってる場合が多いですから、そのロゴとかで興味を引きつけるっていうことができる材料なんですよ。そこになんかちょっと汚い画像とか置いてあると、僕は帰りますね。帰る方多いと思います。いろんな人に聞きましたけど、そういう意味でも信頼を持たせるっていう意味でもデザインはある程度絶対のデザインぐらいはきちんとしていた方がいいなと思っていまして、例えば僕の例なんですけど、僕のサイトとかはキラーコンテンツっていうのは別にないんですけど、なくてもデザインがちゃんとしてるという理由でメディアにめちゃめちゃ紹介されます。サイトアップして数ヶ月でメディアにバンバン登場できました。売り上げは全然なかったんですけど、初めは。これデザインなんですか？デザインがきちんとしてたから、きちんとしてるサイトだなと思われたんですね。はい。で、メディアに紹介されることも多くなって、今、いろいろそういう関係でお仕事もらってますけど、アフィリエイト関係でお仕事もらってますけど、それのきっかけっていうのが僕の場合デザインだったんですよね。まあ、もともと僕は元、ウェブデザイナーっていうの出身なんで、ある程度できるっていうのもあるんですけど、でもデザインはある程度必要だと。そうじゃない人も、デザインが得意じゃない人も、ある程度重要だと思ってます。デザインが苦手だったら素材を使うという手がありますので、例えばデックスウェブさんとかね、素材屋さんのホームページはありますけど、そういうとこからね、デザインもらってくれば、買ってくれば、ヘッダーデザインぐらい綺麗なのできますから、はい。でちょっと工夫してみたら信頼のあるページが作れるんじゃないでしょうか。はい、以上でですね、アフィリエイト成功のための5箇所と、これさえとても大丈夫という5つをですね、出していただいたんですが、先ほど申し上げましたけれども、ご質問等を受け付けたいと、思いますので、何かご質問があればですね、こちらで、各チャプターごとに受け付けたいと思うのですが、何かございますか？じゃあ、まずは、はい、お願いいたします。何度も説明ありがとうございます。各ページのテーマ、専門性がすごい重要だっていうのは何回も頭で引っかかってたんですけども、そのテーマは何なのかちょっと深く聞きたいなと思って、各ページのその専門性ということを、まあ、おっしゃりますけど、そのテーマ、はい、テーマが大事というと、テーマは何かということですね。ページのテーマっていうのはですね、例えばですね、物販をしていますということであればですね、その商品のもう具体的なものですね、その商品一個個別にページを作った方がいいっていうようなことだと思うんですよ。一つのなんか情報であれば、より具体的に細分化した情報ってことですね。はい、大項目ではなくて小項目で作っておけってことですね。はい、どうでしょうか。多分ダメなテーマちょっとページ具体的な多分言っていただくと分かると思うんですね。ダメなテーマ、ダメな、こんなんダメ、ですね、その1ページの中にですね、いろんな情報が入ってる場合っていうのがダメですね。例えばですね、
目次でもないのに、コンテンツのリンクを貼ってあるような、なんていうんだろう、細かくなっていないっていうことですかね。なんで説明してるんですかね。まあ、例えばなんですけど、なんかわかんないですけど、こうアフィリエイトページで僕が好きなものを並べてみましたみたいな。僕はこう靴のここがシューズがあって、でここ T シャツもあって、でもこんな音楽も好きですみたいな、こんな僕の好きなもの見てみたいな、そういうのもテーマが、それは実は自分でテーマがあると思って、ただそれを何ですかね、例えばわかんないですけど、それを例えばワクワクっていうのをテーマにしたページですとかですけど、はい、それを杉村さんに言うと、それはテーマがないんだ。そうですね、それすごくテーマは抽象的なんですよ。抽象的なものだとテーマになってなくても具体的にするってことですね、はい、商品の個別だとかも情報の個別化っていうことですね、はい、細分化ってことですね。それは各ページってことですかね。はい、各ページの方がいいと思います、はい、っていうのは SEO とかやる場合でももちろん有利で、個別の情報が細分化されていると、その具体的なキーワードっていうのがポンと出てくるじゃないですか、例えばなんだろう、アーティストの CD だったらそのアーティスト名とか、あんまりダメなんですけど、カメラ、なんとかのカメラとかだったらなんとかのカメラっていう風に具体的なキーワードが決まるじゃないですか。それをもうカメラっていう一括りにしちゃって、もうソニー製だとかパナソニックだとか全部並べちゃうとダメで、はい、ソニーのなんとかっていうカメラとかっていうページを作った方がまだ全然いいなと。それ具体的にするってことですね、抽象的な表現ではなくて。はい、どうでしょう。ありがとうございました。それではですね、次に行かせていただいてよろしいでしょうか。巻き気味で若干、それではですね、次にですね、アフィリエイト失敗する人の5法則ってあるんですが、まあ、アフィリエイトキングですけど、本当はアフィリエイト失敗するやつの5法則と、こういうやつは失敗するって、これも深いですね、これは面白いので、ぜひ後でご質問もいただきたいと思いますが、ですね、これちょっと読みましょう。もうですか。全然喋れてない。このアフィリエイト失敗する人の5法則なんですけれども、1番目はこれすごいですね、こいつが失敗すると頑張っちゃうやつ、これはみんなこう聞きたいと思うんです。みんな頑張りたいと思うんですね、アフィリエイト儲けようよ、僕だって10万稼ぎたい、20万稼ぎたい、頑張ると思うんですけど、頑張っちゃうやつは失敗するってのはこれなぜですか。頑張ると稼げませんね。というのですね、その頑張った労力っていうのは限られてるんですよ、ね、この時間をかけて頑張りましたって記事書きましたとかっていう労力っていうのも決まってて、その労力をその瞬間とかアップして次の更新が行われるまでにしか能力、その労力を生かしきれないと。例えばブログとかってそうなんですけど、記事をずっと書き続けて、ブログで僕何十万も稼いでますとかっていう人いるんですけど、記事書くのもね、3時間とか4時間とかかかるじゃないですか、ね、そこにアフィリエイトリンク貼ってとかすごい大変じゃないですか。その労力を考えて、その一つの記事でいくら稼げるのかっていう感じになるじゃないですか。ログ化だって結構稼げないんですよね、ブログって工夫次第なんですけど、ログをわざわざ見てってリンク辿ってってっていうのはなかなかないんで、リピーターの人が来て一番初めに更新されてる最新の記事だけを見ていくっていう場合が多いから、その記事だけでいくら稼げるかみたいなことになっていくわけですよね。ですから、その限られた労力っていうものがで稼ぐのは非常に難しいなと思ってて、はい、頑張っちゃうっていうのはそういうことですね。面倒くさがりになった方がいいですね、はい、世の中新しくしていってる人っていうのは全て面倒くさがりだと思うんですよね、僕は、はい、例えばですね、テレビのリモコン考えた人ってリモコン回しに行くのが面倒くさいんじゃないかなって、みんながカチカチやった方が簡単なんじゃないかなと思って作ったんじゃないかなと思うんですよ。何でもそうだと思うんですけど、便利になってるってことは面倒くさいことを省いたんですよね。それと一緒で、僕の持論なんですけど、僕はものすごく面倒くさがり屋で、本当の面倒くさがり屋っていうのは面倒くさいことをしたくないがために初めに面倒なことをする
はい、カチカチリモコン買いに行くのはめんどくさいからリモコンっていうのを頑張って作って、初めに頑張って作って、ああもうあとは楽ちんっていうような状態にしていくことも重要だと思うんで、頑張るモデルでは絶対にあのうまくいかないと思います。はい、どうでしょう。ここはね、一番深いところだと思うんですね。あの杉村さんのね、杉村モデル、杉村さんですが、頑張っちゃうとダメで、なぜかというとこう、ね、もっと怠け者にならないといけない。一つの記事でですね、いかに継続して稼げるかっていうようなことを考えて、一つの更新、一つの労力でいかに継続して稼げるかっていうポイントを押さえて、そういう仕組みを作っておくと、一回の労力で一回のあの報酬しか得られないようなスタイルでやってしまっちゃダメなんですよね。はい、だから性的なページの方がおすすめしますけど、はい、ちょっと一番大切なところだと思うんで、その性的なページを作った場合に、まあ、1ページ頑張って作るじゃないですか。あ、頑張っちゃダメだ。1ページですね、作るじゃないですか。1ページ作った時にこれどれぐらい売れればいいかなって、その杉浦さん思いながら作る、その1個のページからトータルとしてですね、来月も再来月も3ヶ月も半年後も1年後も売れたらいいかな、大体どれぐらいだったら俺作ってやろうみたいな、多分そのページ1個で500円しか売れなかったら、まあ、絶対作らないじゃないですか。どれぐらい売れたらいいかなぐらいだって、なんかそういうの考えられて作ってます。いや、そんなことないですよ。500円で十分じゃないですか。あ、そうなんですか。100円でも十分じゃないですか。1回で500円しかも未来売れないページです。未来ですか。はい、あ、1ヶ月100円も売れたら十分じゃないですか。1ヶ月だとですね。あ、1ヶ月100円なら作る、全然作った方がいいんじゃないですか。だってね、あの1ページ作っちゃうとサイトってもう、なんだろう、その HTML を、ね、コピーしてってさ、同じページをどんどん作っていくだけだと思って、ヘッダーのデザインとか出来上がってれば、もう枠出来上がっても当然ですから、あとは本文だけですから、すごく簡単なんですよね。あのトップページ作っちゃえばもう デザイン決まりみたいなことなんで、ですからページ数たくさん作っていくってことは全然苦じゃないんですよ。だから1ヶ月100円売り上げができるページを作っておけば、それね、何百ページか持っているわけですから。はい、その何百ページっていうのも大したことないです。やってみれば全然大したことないです。はい、そうとも思います。はい、これ本当に高いかなと思ってね。それでですね、2つ目にですね、まあ、先ほどの成功するご法則にも出てきたんですが、失敗するやつでテーマがないやつ、かなり痛いんですね。テーマがないやつはダメ。これどうしてですか。あのサイトのテーマっていうこともあるんですけど、あのそれ以前にですね、アフィリエイト取り組むっていうことのテーマというか、自分のテーマというか、そっちの方が重要かなと思って、ちょっとこの間打ち合わせしたことを違うと喋るんですけど、あのなぜアフィリエイトするのか、自分がアフィリエイトで成功してどうしたいのかっていうことを考えておかないと、サイトのテーマもそうだし、サイトのスタイルも決まんないんですね。ですからとりあえず頑張っちゃうっていうような人が多いんじゃないかなと思うんですよ。例えばですね、あの人に情報提供するのが好きだという人であれば、ブログで毎日更新したっていいわけですけど、今までになかった自分が使いたいと思うような便利なサイトを作りたいということだったら、あのプログラムとかで構築するとか、あのそういうスタイルになりますよね。で、例えばあのアフィリエイトで儲けて、そのお金を自分の夢とかにつぎ込もうとか、あの生活費に当てて時間を作ろうとかいう考え方もあるわけですね。僕はどっちかというとその考え方で始めたんですけど、初めにあの好きなことをやるためにアフィリエイトを利用したということですね。でも利用したといってもウェブマスターとして報酬を得るのは当然ですから、情報を提供しているわけですから悪いことではないと思うんですよ。はい、ウェブマスターとしてその良いウェブを作って利用者の方に楽しんでもらうと、情報提供すると、その報酬を見返りをもらうということですから、あのアフィリエイトで儲けて夢のために時間を使いたいっていう人でも全然問題なくて、そういう人の場合だったら時間もかからない、あの更新とかに時間かからないサイトモデルの方がいいじゃないですか。時間を夢に使いたいわけですからね。ですからそういうふうにサイトのスタイルとかテーマ自体が変わっていくんじゃないかと、姿勢がスタイルを決めていくということで、テーマを初めに決めておくと、サイトのテーマ、サイトのスタイルっていうのが決まってくるんじゃないかと。とりあえずブログ儲かるよって言ってブログ始めるのは違うなと思うんです。記事毎日書くの好きですっていう人しか やれないんじゃないかなと思うんですよ。ブログ僕はブログとか苦手な方なんで、
ですからそれを考えてからじゃあブログだな、じゃあメルマガだな、じゃあ性的なページでサイトだな、プログラムで構築してサイトだなとかいうふうに選んでいく、その中のテーマも自分で好きなもの、好きなものっていうか選んでいくスタイルによって選んでいく、そういうことが重要かなと思います。そうですね、あの私もあのちょっとブログとか、ま、持ったりしてね、頑張って書いてましたすごい書いてます、まあ、書くの好きだからいいんですけど、まあ、スタイルってことなんですよね。そうです、はい、要するに3点目にあのサイトが作れてないやつ、これもすごいですね。サイトは普通にやるとなんとなくできないですが、サイトが作れてないやつってどんなやつですか？ほとんどの人は作れていないのかなと厳しいこと言っちゃうんですけど、はい、そうですね、あの例えば SEO とか集客とかすごく頑張ったとしても、あのユーザーが来てもそのサイトが出来上がってなければ帰ってしまうというのが分かりますよね。なんで帰ってしまうのかって言ったら、例えばその SEO であればキーワードを検索してそのページに来るわけじゃないですか。そのキーワードを広げてくれる、情報を広げてくれるっていうページに出会わなければ帰ってしまうわけですよ。だいたい検索エンジンで検索した人っていうのは5ページぐらいね検索結果見るって言われるんですけども、もう他のページもたくさんリンクたくさんあるわけですから、すぐ帰ってしまうっていうのはね、もちろん当然なんですよね。でもそこで満足させるぐらいの情報があれば帰らないわけですから、サイトもちゃんと作っておけばもうすごく、なんていうんだろう、制約率というかクリック率とかそういうのが、あの訪問者が残るって確率が上がるわけですよね。あの僕のアフィリエイト仲間でいるんですけど、1000アクセスあっても1購入あるかどうかがアフィリエイトとあって、まあ大体みんなそんな方で言うんですけど、僕のサイト全然そんなことなくて、1000アクセスもあれば何十個か商品売れるんですよね。そういうふうに作っておけばいいと思うんですよね、はい、ですからそのサイトをきちんと作る、絶対にサイトが一番重要です。集客よりも何よりもサイトを作ることが重要です。でそのサイトを作るっていうのは、さっき言ったようなテーマを作るとかそういったことが重要になってくるし、まずサイトですっていう感じですね。サイトっていうか購入させる場所ですよね、が重要なんで、あのテーマがごちゃごちゃだったりとか、そのキーワードで検索してきたのにそのテーマじゃないいろんなものが入ってればやっぱり帰っちゃいますよね。とかね、あの具体性がない、さっき言ったような抽象的な情報が載っている、曖昧な情報が少なすぎる、そういったものではそのサイトの価値っていうのをユーザーは見出せないので、絶対にあの全てを具体的にして、そのページを具体的にさせることが重要かなと思っています。はい、サイト作れてなぜダメっていうこの話でしたけど、ですがこれ次に正反対な感じなんですが、しかしながら売る気満々なやつが失敗すると、なんか逆みたいな形が思えるんですけれども、これはどう、売る気満々なやつが失敗するとどういうことですか？売る気満々っていうのはですね、情報を提供しようという人じゃなくて商品を購入させようという人です。商品を購入させようとしちゃダメです。ユーザーにとって有益な情報を与えることが重要です。有益な情報を与えていれば自然にリンクがクリックされます、購入されます。ですからですね、バナーをベタベタ貼っているとか商品画像をベタベタ貼っている、ただね、ただ貼ってるだけってことですね。さっきの比較検討の材料じゃないんですよ。これは比較検討の材料じゃなくて、もうむやみに貼っているっていう人ですよ。それでもって押し売り的なセールストークが書いてあるとか、これはいいですよとかっていう、とにかくサービスを使わせよう、商品を買わせようとするようなあの文章が書いてあったらとか、全然文章がなかったらっていうのもそうですよね。売る気はあるのにもかかわらず手間かけたくないみたいなことですよね。テキストがないとかっていう人は、でそういうね、不審なサイトから物を買う人っていうのはいません。だから信頼されるようにユーザーに情報を提供する、情報を提供するのは先だというふうに考えた方が良いと思います。はい、そうですね、最後にですね、失敗する人の5法則で、最後はですね、キーワードを間違っているやつと、まあ、あのキーワードっていうのも、まあ、先ほどからちらっと出てくるテーマです。キーワードを間違っているやつは失敗する、これどういうことですか？はい、そうですね、あの売れるサイトがもう作れているという人であれば、それなのにもかかわらず、売れるサイトが作れてもかかわらず売れてませんという人であれば、絶対に集客に問題があります。集客に問題があるっていうのは、あの SEO をやっぱりね、一番アクセス数が少なくても売り上げが上がるっていうね、能動的なアクセスがありますから、そんなキーワードに直結した
あの情報が載ってるページに来るわけですから、あのよりクリック率の高いっていうお客さんというのは検索エンジンから来ますよね。それその検索エンジンの対策が行われてなければやっぱりあのもちろんダメですよね。集客できませんよね。ですからですね、よく見かけるのはですね、全ページのタイトル、個別ページですね、個別ページのタイトルがそのホームページのタイトルそのものになっているとか、なんとかっていうあのサイト名だったら、そうサイト名が書いてある個別ページに、個別ごとにあの個別ページごとにキーワードを決めた方がいいですね。もちろんいいですねっていうか、キーワード決めなきゃダメですね。うん、それじゃキーワードヒットしませんからね、あのサイトのそのタイトルになっていれば。ですから、SEO で得たノード的なアクセスっていうのを、コマに結びつきやすいようにさせると、はい、いうことが重要かなと思って。キーワード決める際なんですけども、ユーザーが検索しそうなキーワードを考えると。もちろん当たり前なんですけども、なんかよくいるんですよね。自分本位なキーワードを決めてしまう人。自分の表現で決めちゃダメです。一般的な表現で決めなきゃダメです。はい、自分のセンスに頼んない方がいいです。自分のセンスに頼んないっていう意味ではですね、例えば Google の AdWords 広告とかでもできますけど、オーバーチェアか、オーバーチェアの、キーワードアドバイス2ですね、とかを使用してですね、過去にどれだけこのキーワードが検索されたのかということがデータで分かりますから、そういうのを使って自分がキーワードを決めた際は、そのオーバーチェアとかのキーワードアドバイス2を使って、このキーワード間違ってないだろうかと。よく言うんですよね、2語、2つの言葉で検索されてくる場合っていうのが非常に多いんですけども、その2語の組み合わせを見ると、全然違う、組み合わせによって意味が違うものってあるじゃないですか。で、その2語の裏の方を見ると、あ、この言葉はこっちの意味で捉えられるんだなと。例えばですね、僕の場合は、インディーズっていうですね、音楽ですよ。インディーズ音楽っていうので、インディーズっていうキーワードを設定しようと思って、インディーズってどうなのかなと思ったら、アダルト関係のインディーズですか。がかなり多くて、あ、インディーズってそっちなのかということでですね、検索エンジンでやっぱし調べてみて、インディーズって調べてみますと、やっぱそっち系のサイトがたくさん出てくるんですよ。あ、なかなか思ってこれ音楽の方に結びつかないんだなっていうことがわかるわけですよ。でそういうので過去のデータとかを使ってキーワードを決めていった方がいいと思います。個別ごとに、はい、確かに私のこう経験でもあったんですけどね、ちょっとこうエステといいますか、そういう美容エステみたいなので、